はい、こんにちは、トールと申します。アニメ早々のフリーレンの18話を視聴しました。始まりましたね、一級魔法使い選抜試験。新展開でシナリオのワクワク感なかなか良かったと思います。個人的にはギャグとして成立してる場面なんだけど、実はキャラクターとか世界観の深掘りになってるようなね、そういった部分が多くて面白かったです。今回も原作未読アニメ視聴者視点で感想、考察、注目点などを共有していきたいと思いますので、よろしければお付き合いください。第18話は一級魔法使い選抜試験ですね。大まかにはようやく魔法土地に到着してですね、手続きを行い、なんとか手続きを通すことができて選抜試験に臨む、フェルンとフリーレンというスタイルですね。はい。まあ全体的な感想として言うならね、やっぱりね、ワクワクの新展開ってやつですよね。フリーレンの作品の性質上、本当に選抜試験1話で終わってしまうパターンもあったのかなと思っていたところね、結構いろんな魔法使い出てくるし、ね、試験の内容もなかなか大規模でね、大掛かりなんですよ。しばらくこのシリーズをね、続けて楽しんでいけそうです。それこそね、断頭台のアウラ編みたいなところみたいにね、長く楽しんでいけるシリーズっていうのは、まあ、今までとは違う味わいになってくるかと思いますし、もちろん楽しいわけ だけじゃなくて、しみる描写もしっかりあって、単純にね、フリーレンの誕生日を祝うね、2人の描写とか、ろうそくのね、数のことを考えてはいけません。あと、まあ、シュタルクが、まあ、あまりね、活躍の出番はないんですけど、ちゃんと護衛してね、グースが眠っていたりする時も多いんですけど、なんか、後ろの人に気遣ったりしてる描写なんかね、活躍の機会はないんだけどね、画面の中にいるキャラクターがちゃんと動いてくれてるとね、いいですし、その中でもシュタルクの人の良さみたいなものがね、伝わってくるところも、ポイント高かったですね。で、まあ、シミル描写で言ったら、今回はやっぱり、その勇者ヒンメルとフリーレンの思い出の話ですね。そう。正常の証のことは誰もわからんけど、僕たちが知ってるからいいじゃないかと言われるフリーレンなんだけど、まあ、フリーレンもおそらくこの正常の証、自分が魔法使いであることの証と言っていたので、唯一の証と言っていたので、多分フランメ絡みの何かがあるのかなと僕は思ってはいるんですが、多分それも踏まえてですね、いや、君たちが死んでた、知ってたとしてもですね、私のこと知ってたとしても、すぐ死んじゃうじゃないかって。正常の証よりも寿命が短いじゃんって。しょうがないじゃんっていうようなですね、どちらかというと正常の証への思い入れがね、強い発言が見えるんだけど、まあ、もちろんね、これを聞いた時のね、そのヒンメルの表情をちゃんと差し込んでおくところはなかなかにね、粋だなというふうには思ってます。寂しさを感じさせる表情とともに、だからこそ今のフリーレンに優しくしようと思ったヒンメルがね、感じております。フリーレンは、ヒンメルとの思い出があるからこそ、今回、ね、フェルンに同じようなことを言われた時はですね、でもすぐ死んじゃうじゃんとは言わないわけですよ。だってヒンメルたちとの思い出ってすごく大事なものだからね。ヒンメルたちとの思い出っていうのは消えてないものだからね。フリーレンの励みになってるのよ、死んでしまったとしてもね。そんなわけで、フェルンにそうだねって、まあ受け入れる形になっていて、このすぐ死んじゃうじゃんっていう言葉から来る攻撃的なね、ニュアンスをフリーレンがどこまで認識できてるかわからないんだけど、でもヒンメルたちとの思い入れっていうものが、まあフリーレンのね、回答を変えたってことはしっかりとわかるわけで、この辺がね、やっぱりね、染みるわけですよね。フェルンの頭慣れてるところなんかもポイントが高いです。この思い出の変化みたいなものみたいなのね、5話にもありましたね。前は先生師匠だったんだけど、今ヒンメルに変わってるみたいなね、こういった対比もまたね、一つ見ていくのが楽しい部分ではありました。はい。そんなわけでね、一見まあフリーレンらしくないようなショーが始まったのかなというふうにも見えるわけなんですけど、まあ、内容もね、なかなか凝ってはいるんですけど、でもヒリヒリピリピリとした緊張感というよりは、あくまでもやっぱりこれ早々のフリーレンだよなって、思えるような描写がしっかりとね、挟まれていてですね、ちょっとね、ところどころね、とぼけたこと言うところもすんごくね、早々のフリーレンなんですよね。そう、だから結構ハードな試験であることはわかるし、死傷者も出てるっていう明言はされてるんだけど、それでもこの空気感間違いなく早々のフリーレンだなというふうに思います。まあ、次回からね、どんな展開が待ってるのか、なかなかに楽しみですよね。果たして、ザインはゴリラに会うことができるのでしょうか。ではここからは独自解釈中心にね、注目ポイントを語っていきたいと思うんですけど、まずはね、なんといっても馬車でのやり取りですね。ここのシーンがめちゃくちゃ面白くて、
あのギャグとしての面白さも多分あるとは思うんですけどね、いろんな部分を示唆していたりかかっていたり、したんじゃないかなと思います。まあ、内容としては、一級魔法使いのね選抜試験の話をしているときに年寄り扱いされたフリーレンが拗ねてしまってね、でふて寝するわけですよ。で着いたら起こしてって言うんだけど、フェルンの膝枕に寝っ転がったフリーレンが空を見上げた時にですね、その視界が半分しかね、見えていなくてですね、フリーレンは眠るのをやめてしまうし、それが空が見えない理由っていうのは明らかですね。はい、フェルンの体によってね、視界が遮られてしまっていた。でもポイントはフリーレンが眠るのをやめた理由なんですよ。だってただ眠るだけなんだったら、あのそれは別に目を閉じてるわけですから問題はないんですけど、じゃあこれって何でなんだろうね。パッと見る感じだと、つまりこれが早々のフリーレンじゃないんだとするとですね、ふてくされて寝ようとしたところにですね、自分はあまり成長できずにね、お年寄り扱いされてるんだけど、自分の弟子はすくすくと成長してですね、そこにふてくされたみたいな見方ができると思うんですけど、若干ちょっと収まりが悪いんですよね、これって。で年配扱いされて怒っとったんだけど、フェルンの成長を感じてですね、言ったら自分もですね、立場的にはどんどんおばあちゃん扱いされていくんだなっていうのを実感したという見方もあると思うんですけど、どちらにしろですね、別にそのままふて寝してもいい案件なんですよ。このあたりはね、やっぱりちょっとその後に回収されそうな気配が漂ってきますよね。階層もなかったし、いやフリーレンの視野の狭さみたいなものを示唆してるのかなと思ったりもしたんですけど、こういうね、ヒンメルならそうした構文で言うなら、早々のフリーレンっていうのはこういう噛み合わせや収まりの悪いギャグを放ってはおかないんですよね。そんなわけで自分はやっぱこのシーン意味があるんじゃないかなと思って見返しました。あんまりねこの辺の画面ばっかしを見せていくとどっかからねゾルトラークが飛んできそうでちょっと怖いんですが、そんな感じを意識しながら見ていくと、答えは後半の部分にありましたね、ちゃんとね。フリーレンが言うんですね、空に気をつけてっていうわけです。これはフリーレンが仲間の魔法使いたちを見定めている場面、魔力感知がどれぐらいできるかっていうのをね確かめている場面ですね。はい、つまりこの地域一帯っていうのは空からね鳥の魔物が狙ってくる可能性があるから、空に気をつけとかなきゃいけないんだなっていう、ところ、後でしっかりと書かれている描写にはなるんですけど、つまりフリーレンはこの辺りの魔物のね脅威を理解していたからこそ眠ってる時も警戒してたわけですよ。フェルンも魔力探知はできると思うんだけど、それは実際に厄介な鳥の魔物とね戦ったことがあるフリーレンの方が、適切だからこそ、彼女は眠ってる時でも周りを警戒していてですね、そしていざ魔物が襲ってきた時にはですね、パッと目を覚ましてですね、敵を迎撃しなきゃいけないわけです。だからこそ、目を覚ました時に視界が遮られていると警戒がねしにくくなるから、ここで寝るのをやめたわけですね。このあたりは15話で、ザインと一緒にね、魔物を倒したところの描写にも綺麗につながっていてですね、はい、これによって、フリーレンが空が半分しか見えないからあそこで寝るのをやめた理由っていうのがつながるわけです。そんなわけでですね、空が半分しか見えなかった理由は、フェルンの成長という意味で明らかではあるのでね、こっちに関してはね有益識者の方々にねお任せしようと思いますんで、はい、ただフリーレの行動についてはちゃんと後半にこれが回収される、なかなかに面白い部分ではありました。これがやっぱフリーレンの面白さですよね。我々はギャグで読み取るんだけど、フリーレンは別のことを考えていたり、それまでの習慣でそういった言葉を言ってしまっていたりするわけですよ。見えてるものの違いとか感じ方の違いなんかをこうやってね後から読み取らせてくれる、丁寧に書いてくれるのが、フリーレンのね良さだなというふうには思ってます。でそれが分かるようにね結構いろんな描写がね気が利いてるのよ今回も。フリーレンがふてくされてる時にですね、シュタルクに対してもですね、クソババアって言ったの忘れてないからって言っていて、シュタルクがいつの話だよって突っ込むんですよね。そう、ここを我々は分かるんですよね。あ、これフリーレンね、第6話でシュタルクがねクソババアって言っていたなって、そういえばフェルンが後が怖いなって言っていたなみたいなことを思い出すことが可能なんですけど、シュタルクはこれ多分本当に忘れてるんですよ。必死にとっさに言った言葉だからっていうのもあると思うんだけど、これ年月経ってるんですよね。
我々視聴者はまだ数ヶ月しか経ってない気持ちで見てるからね、スタルクのこと思い出せるんだけど、でもスタルクとフリーレンっていうのももう結構長い間旅をしてきていてですね、すっかり忘れてしまってる。そう、これはどちらかというと、エルフの時間感覚と視聴者の時間感覚を合わせつつ、スタルクとは違う時間軸の感覚をね、突っ込ませてるっていう形になるので、こういうところがね、なかなかにたびたびやってくれるのが面白いですね。あとですね、今回の話でさらに重ねて言うなら、この半分だけの空っていうね、部分、空が半分しか見えなかった、まあ、ちょっと詩的なね、言い回しにはなってるんですけどね、詩的な表現をあえてフリーレンがやったわけじゃなくて、彼女はそのまんまの意味でそう喋っとったわけですよ。で、ただ我々が読み取る意味で言うなら、今回の試験にも関わってきたと思われます。すなわち今回の試験の突破口のヒントですね。半分だけの空、視野が制限されてる空じゃなくて、じゃあ半分っていうのは、ね、空の何が制限されてるんだろうかって考えると、今回の試験会場って、ね、まあ結界で覆われた空間なわけですね。さらには雨音は聞こえるんだけど雨は降ってない、ね、つまり、雨は通さないんだけど音は多分通してる、みたいなですね、ある意味半分閉ざされた空なわけですね、空間なわけですよ。でそこで、まあ水を操るね、魔法使いのパートナーだとかですね、あとですね、空を飛んで逃げる、移動することを得意とする鳥を捕まえる試験みたいなところでですね、今回のヒントの示唆みたいにもなっているところがさらにおしゃれというか、気が利いている形になりますので、はい、本当にねフリーレンっていうのはいろんなね、ところをヒントでねつなげてきますのでね、我々もねただギャグのように見えていたあのね、馬車での場面を何回も何回も見返してね、いろんなものをね、読み取っていく必要があるんじゃないかということをですね。あ、はい、続いて注目したいのは一級魔法使い選抜試験の内容とかですね。ここもねなかなかに楽しかったです。まあ試験受ける前に結構いろんなことをね調べていてですね、はい、魔法使いの数が減ってるとか、まあこのね選抜試験自身の難易度の高さなんかをですね、まあこの本を使ったいわゆる狭き門的なね、そういう表現でね見せていたのも面白かったかなというふうに思いますが、まあなんといってもね、この一級魔法使いを同乗させなきゃいけないっていうね、この設定が多分今回の第一次試験にもつながってたんですよね。すなわちだって初っ端から普通チーム戦始めないでしょう難易度の高い試験だったとしても、ね、これ本当にですねもう圧倒的な、一人で鳥を捕まえられるぐらいの圧倒的な実力か、もしくはですね協力して鳥を捕まえられるぐらいの協調性かっていうところがね、求められてるんだなっていうふうに思うと、本当になんか北へ向かう時に必ず同行することのね、条件を意識しての選抜にちょっと見えてきますよね。のコメントなんかでね、以前にもらったところで言うなら、ね、北に渡るためには一級魔法使いが同行が必要、なぜなら一級魔法使いが同行してるだけで、魔物は置いといて、少なくとも魔族に関して言うならあいつらは一定の魔力があるものに対してはですね正面から来よるんですよ。ってことは一級魔法使いが同行してるだけで奇襲のリスクを避けることができるっていうね、見立てのコメントなんかがあって、ああなるほどなと思ったんですけど、今回もそのあたりかなり解釈一致していて面白かったですね。でまあ何よりもね自分がおーってなったのね、まあ、試験自体も面白かったんですけど、やっぱり、ね、試験官たちが見定めてる描写ですよね。いや各国からものすごく有名な魔法使いたちがねそう挑戦してきてるってね、いう話の中でですね、要チェック人物のですね3人目にフェレンがおるのよ。史上最年少で3級試験をトップ合格するっていうところでね、フェレンが要チェック人物に、当てはめられてるのがめちゃくちゃ面白かったですね。まあフェルンが、まあ、今回もね一級試験っていうのはもうとにかく熟練のね魔法使いだから私なんて無理ですよとって言っていてですね、でフリーレンはまあそんなに何も言わないわけよ、実際に試験を受けたことがあるわけでもないからね。でも彼女のね才能に関してはもうフリーレンは1話2話からずっと認めてる部分になってますし、馬車での会話もですね、まあ才能っていうのはものすごいね、大事なことなんですよっていうことをフェルンに言ってて、これつまりフェルンにはめちゃくちゃ、才能あるよっていう言い回しだったと思うんですよ。もちろんフェルンがね、油断したり手を抜いたりしないために直接的には言わないんですけど、
とすると、まあ、このフリーレンは試験を受けられないことが分かった時にですね、まあ、逃げようとしているフリーレンね、私だけでは無理ですって言われてるんだけど、フリーレンもね、いけるってって言っていて、まあ、この言い回しすごく楽しかったんですが、でもフリーレンの本心としてはフェルンがじゃあ魔法使いとして力不足とは全然思ってないっていうところがね、回収されます。ここもまたギャグが回収された、そういう描写とも言えますね、そうで、ここがねやっぱり、ね、フェルンの部分は楽しかったし、ね、試験内容自体もね、どうやっていくのかが楽しみですね。まあ鳥自体はすごく頑丈で強くてね、いけるんだけど、鳥かごにね、はい、入れてしまえばおそらくは暴れることがないんでしょう。何らかの特殊な魔法みたいなものがかかってる、かごなのかなと思われますし、他のメンバーのかごを奪うこともね、反則ではなさそうな感じがしていますので、はい、この辺りはどう落としどころをつけていくのかっていうところが気になる部分ではありますし、またでまあ、この限られた空間、ね、結界っていうところに加えて水が潤沢にある環境 で水を操るのに長けた、ね、チームメイトを持ってるフリーレンたちのチームが、どういう突破口を見出すかのかっていうところもね、まあ、楽しみですので、はい、なかなか一級魔法使い選抜試験なんかフリーレンの空気感に合ってるのかなと思ってはいたんですけど、まあ、フリーレンの空気感だからこそめちゃくちゃ、楽しめる要素も多いなというふうに感じましたね。フリーレンのチームメイトについてもね、ちょっと触れておきましょうか。ラビーネとカンネさん、なかなかに面白い2人組ですね。はい。まあ才能面で言うなら、もうラビーネが圧倒的にね、勝ってる感じはありますね。魔力感知もちゃんとできるしね。まあいろんなところも気がつくし、ね、やや攻撃的なところもあるわけなんですけど。この子は間違いなく優秀でも、おそらく浮いてるんでしょうね。元は学校にいた頃は周りから浮いていたようなね、そんな空気感が、ありますね、おそらくそれに対してカンネっていうのは、まあ友達付き合いみたいなものはよくてですね、まあ彼女がね、カンネのいいところをラビーネが語る時にはですね、そういったような話をね、してくれていましたので、自分の中の足りないものをカンネが持ってるところ も、まあ、分かりながらもですね、余ったれカンネさんの背中をね、蹴飛ばすっていうのが、まあ、この2人の関係っぽいんですけど、ちなみにまあこの水面で飛行魔法をね使っている描写なんかは、なんか鳥を捕まえる今回の任務にも重ねてきてる感じが、なくはないんですけど、はい、まあカンネとラビーネについては結構分かるようにね今回語られているのでね、改めて触れる部分っていうのは、まあ、次回ぐらいでいいかなとは思うんですが、ともあれね、自分が面白いのはやっぱね、フリーレンがいつもと違う顔をしてるのよ。いや、困った顔ではあるんですけど、つまり、シュタルクとフェルンでは起きえないようなね、正面からの殴り合いというかですね、叩き合いみたいなことが起きていてですね、これはヒンメルのパーティーでもなかったわけですよね。そこに挟まれたフリーレンの振る舞い、困ってはいるんだけど、まあどこかちょっと先制的な部分もね、ありまして、なんかフェルンに甘えていた時のフリーレンとの対比にも綺麗になっていましたので、はい、ちょっと今までとは違うメンバーになって新しい面が出てきてですね、また新しい学びをフリーレンがね得ていく、そう、一見仲が悪いように見えていた2人の関係を、まあ、フリーレンが今回は垣間見た、わけですから、はい、こういった展開なかなか楽しい部分でありますね。いや、もちろんね、フェルンのパーティーとかもどうなっていくのかね、気にはなるんですけど、はい、とりあえず次回はこのラビーネとカンネを含めたフリーレンパーティーの活躍期待していきたいなというふうに思います。あとその他のちょっとしたねポイントとしましては、やっぱり丁寧な描写がすごくね拾っていくのが面白いですよね。もうワンシーンワンシーンいろんなことを話したくなってしまう、そんな様子、まあちょっと自分が気になったのはフリーレンの寝相の悪さが進化してるような気がしたんですけど、あの隣のベッドまでダイブしてきてますから ね、これは相当のものですよね。あとお金がなくなって困るときにフェルンがね、あのおやつなしの生活が続いてしまいますみたいなことを言っとったんだけど、これが辛いのって実はフェルンだけなんじゃないっていう、これ遠回しに私の機嫌が常に悪くなりますよ的な脅しをかけてたっぽくもちょっと見えてる、形でね、ここはねちょっと疑惑判定だと思うんですけど、いかがでしょうかね。あとまあ街並みの描写は非常に面白かったですね。あの夕方になってくると自動的に街灯が光るみたいなのも多分魔法の力なのかなと思われますし、またヒンメルたちとねその訪れた時の描写でね分かるんですけど、ガラッと街並み変わってるんですよ。
今までこんなにねガラッとは変わってなかったんですけど、おそらく同じ場所だと思われるんだけど、かなり変わってる。後ろの方の外壁はほぼね、城壁か、同じように見えてるんだけど、ここだいぶ変わっていてですね、城壁を作り直したり作り変えたりしたのかな、どうなのかなっていうね、ところも見えていて、なかなかにこの変化は大きかったので、個人的には印象に残りましたね。それこそなんか昔はボロボロだったんだけど、新しくね綺麗にしたっていうならわかるんですけど、そうでもないんでね、皆さんの見立てはどうでしょうか。そんなわけで新展開ながらすごくフリーレンらしい18話だったかなと思います。皆さんのね感想とか注目キャラクターお気に入りのシーンなんかもねコメントお待ちしております。このチャンネルでは好きな作品をより楽しめるように活動しています。個別に取り上げてない作品はね毎週のライブで語ったりもしていますので、よかったらご一緒いただければ幸いです。ではではまた次の動画でお会いしましょう。遠山徹でした。